ではこのタイプは、この湾曲が結構強いんで、あの、まあ、フラットなものとかはあの直接ウレタンを重ねてあの張り込めば固定できるんですけども、この形のものはちょっと座面が浮いてもいけないので、念のために接着剤を入れます。で位置を合わせて、でチップと、ウレタンの間にも接着剤つけちゃいます。ちなみにいい感じですな。どういう感じがいい感じかちょっと説明してください、はい、チップウレタンはだいたい座面の大きさに合わせてカットしています。でウレタンはだいたい 2,3 センチというふうに言っていますけども、こう生地を巻き込んだ時に座板の裏に出ない大きさがベストと言えます。で座面がこう曲がっているんで、この座面に沿わすために、座面のカーブに沿わすために下にちょっと布団を毛布を丸めて置いてます。そして先にこう前後を止めてから横を貼っていきますね。でそれはどうして？先に引っ張ったら真ん中がピンとなるよ。ほうほう。先にこっちを貼るとこんなになるけど、うんうん、先こっちに貼っとったら、うんうん、こう座面がこう綺麗にこう。うん、なるほど。そうなので。はい。よいしょ。しっかり押さえて、ちょっと生地が今日短い、条件悪いんですけど。じゃあ次横ね、前後ろが腫れたら今度横引っ張ります。よいしょ、しっかり引っ張って、長すぎたらカットした方がいいですね。そうですね、あのこうウレタンがこっちに盛り上がるとちょっとまたややこしいんで、できるだけこの板の辺で収まればベストかな。こういう感じ。角にシワがいかない方法を教えてください。はい、近くまでやっといて、こうやるとシワが入りやすいんで、これ結構この販売してるオールマイティが伸びるんで、引っ張ってやって。ちょっとだけど、まあ上から見ると割と綺麗に、はい、きました。もう一回いきます。こうやるとシワが入っちゃうんで、こう結構伸びるんで、これが引っ張ってください。こういう感じね。切り欠き部分もね、はい、ここもあのウレタンがこう引っ張った時にこっちにこう乗らんように、なんかこうちゃんと切り替えてやっとったらええ加減にウレタンがねこっちに盛らないの。じゃあこれもよいしょ、ここにめがけてもうハサミいっちゃいます。こうしてい
ームが来たらいい感じになります。もう一度こっちもね、いくよ。この大胆にこれ、ここにフレームが来たらいい感じになる。